今日はですね、こちらミューズのノータッチ泡ハンドソープというものを紹介していきたいと思うんですが、実はですね、これもっと早く紹介したいなと思ってたんですけど、アマゾンでもですね、もう転売ヤーの巣窟になってまして、通常これね、1400円ぐらいかなで買えるんですけれども、もうねアマゾンでは3000円4000円5000円ぐらいまでいっちゃって、今ね紹介しても全く意味ないなと思って、ようやく値段が落ち着いて通常プライスで買えるようになりましたんで、このタイミングでご紹介したいなと思っています。でこれをですね、何するかというと、まあ、通常のねハンドソープありますよね、こう普通ポンプでこう汲み出して手につけて手を洗うわけなんですけど、こちらはねもうその名の通りノータッチハンドソープって言ってるぐらいですから、タッチせずに手が洗えます。こうやるとねセンサーでピョロッと出てですね、でそれで洗うことができると、結構ねその菌に限らず汚れた手だから洗いたいんで、その汚れた手でポンプやってポンプを汚したくないという気持ちですよね。でそういうことからできた商品であります。これ早速ねちょっと開けて、どういうふうにセットしてどういうふうに使うかっていうのをやっていきましょう。でこれまずねブリスターに入っているんですけどね、このブリスターはね僕苦手ですね。どうやって開けたら正解かっていうのがちょっと分かんないですよね。まあちょっと力でいっちゃいましょう。これ見ている方でこれのベストな開け方知ってる方いたら教えてください。開けるとねこういう2つが入っています、本体とソープですね。でこのソープをここにこうつけるわけなんですけれども、僕としてはですね、やはりこういうステッカーがね日本製で、なおかつこれねミューズさんももうちょっと考えてほしかったですね。こうつけるわけですから文字がね逆さ読みになっちゃうんですよね、こういう風に。なんで今回はねこのステッカーはね剥いじゃおうと思います。剥ぎましょうステッカーを。これはね簡単に剥げるんだけど、糊が残っちゃうパターンですね。でこういう場合はドライヤーです。ダイソーのドライヤーを用意しました。でもやっぱりね、糊がちょっと残っちゃいますね。で、この糊は、これね、ベンジンで取っちゃいましょう。こう、キッチンペーパーにベンジンを取りまして、まあまあいいでしょう。もうちょいだけきれいにしておきましょう。飲もうかな。これで良いんじゃないでしょうか。そしてですね、これが
こう装着されるわけなんですけど、これもねちょっと殺風景なので、ここでねステッカーチューンを発動させましょう。ここに、自分の好みのステッカーを貼ります。数あるステッカーコレクションからですね、今回はピンクですもんね。どれ行こうかな。ピンクのボトルに貼るステッカー、どうしましょうか。これあえてイエロー行こうか。イエローか、この辺もね、フューチャークラブ、そうだな、どれにしようかな。丸いのもいいかもしれないですけどね。フューチャークラブ、重たいか、もしかしたら重たいかもしれないな。今回はハイビジョンチャンネルなんでね、やっぱりチャンネルのロゴマークでいきましょうか。あとは問題は大きさだな。どっちがいいかな、ちょっと大きいので一回攻めてみましょう。大きいので攻めよう。これを貼りましょう。剥がしてくれと言ってるんで、これ剥がしましょうか。剥がします。はい、こんな感じで綺麗に貼り上がりました。そしたらですね、本体にパカッと、これねお尻が開きますんで、付属されている乾電池、これねちゃんと電池もセットになってますんで、電池を2本セットして、また蓋を閉めます。そしてこのボトルをカチャッとセットします。ね、バッチリセットできました。そしてここにねオンオフのボタンがあるんで、これをオンにすると、そうするとねもう電池が入って、センサーが稼働しますので洗剤が出ます。セットをしたばかりだとね、この洗剤がソープがね下に行くまでに時間かかるんで、2、3回やるとねちゃんと適量出るようになります。これで我が家も手洗いがねノータッチでソープが取れるようになりました。でこれもねいろんなフレーバーが用意されているので、今回はねちょっとこの赤っぽい感じで洗面所にセットされますが、お好みでね緑っぽい色とか、あとねノーマルの白とかもありますんで、それと自分が持っているステッカーを合わせてカスタムすると、そういうところまで今日は紹介してみました。デザインできる方だったらね、ここに架空のねソープの会社、海外のブランドっぽいデザインを作って貼るのもいいかもしれません。バッチリです。
今日の動画も楽しめた、参考になったよという方はですね、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。それからコメント欄の方もですね、ご意見ご感想リクエストご質問何でも結構です、どしどしお寄せください。それからチャンネル登録まだだよという方はね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画まで、さようなら。手洗いです。